こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。本日もですね、先日からお伝えしてます、介護職の賃金アップ、こちらについて新しいニュースが出てきたので、ちょっと解説をねしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけれども、自民党の岸田、首相ですねが、11月の9日から、公的価格評価検討委員会っていうのを立ち上げてですね、社会保障にね携わる、介護職、そして、保育士、そして、医療職種に対して、月のですね、お給料を上げますよということで、方針を出してたんですよね。で、だいたい月に5000円から1万円ぐらいの金額が支給されるんじゃないかということで、この間の動画でもお伝えしてました。こちらにね、ありますので、合わせてね、見ていただくと、よく、よりわかるんじゃないかなと思います。で、今日はですね、新しいニュースが入ってきまして、実際のですね、その金額なんですけれども、以前はね、5000円から1万円って言ってたんですけど、ほぼほぼですね、決定したのが、保育士と介護職なんですけれども、毎月9000円をですね、引き上げるということで決定したみたいです。1万円じゃなくて、ちょっと1000円値引かれてしまいましたけど、5000円の方じゃなくてよかったなっていうところなんですけどね。で、地域の医療の救急ですね、救急医療になっている、看護師さんの収入もですね、だいたい1万2000円ぐらい上げますよって、看護師さんの方がちょっと単価が高かったんですけど、これなんでかというと、全部の、月収の平均の、だいたい 3% ぐらいを上げますよというね、方式だったんで、看護師さんもともと高いから1万2000円ですね。で、介護士さんと保育士さんは9000円ですっていうことで、個人的には、全くないよりですね、あった方がいいなと思うんですけど、ちょっとこのね、看護師さんと保育士さんと介護士さんのちょっと差はね、またちょっとって議論が生まれるんじゃないかなと思うんですけれども、今回ね、補正予算をしっかり組んで、これを引き上げていくっていうところなんですけど、この間の動画ではですね、私処遇改善加算がそれに当たってくるんじゃないかって言ってたんですよ。介護職の処遇を改善しますって言ったこともありますし、月々いくらっていう支給の仕方だと、今まではそういう方針だった時にはですね、処遇改善加算が当てられてきたんですよね。で、今回ですね、どうやらちょっと趣が違うなっていうところで、新しいニュースで、分かったことなんですけど、来年の2月から9月まで、の期間ですね、半年間、来年の2月から9月までに関しては、交付金や補助金といった形で、賃金に必要な分をですね、おそらく一括して支払われるんじゃないかっていうことで、この間ね、去年にあったコロナの時の慰労金あったじゃないですか、そういうふうな支払われ方になるんじゃないかというところで、事業所を通してなのか、個人での申請なのかはまだちょっとわからないんですけど、そういう一括での支給になります、半年分は。で、その来年の10月以降ですね、来年の10月以降の分に関しては、価格を引き上げる報酬改定の検討を行うということで、今年の2021年度、医療と介護の大改定がありましたので、それに加えて来年もう一度報酬改定を行って、もう増額するっていうことが決まってますね。だからもしかしたら処遇改善かもしれないし、ひょっとしたら基本報酬の中に織り込んで9000円を支給するという形になるかもしれないです。ちょっとね、これが、個人的にはですね、不安が残るなと思ってます。支給の仕方がもともと2月から9月に関しては交付金や補助金ということで、実際に払った分だけね、スタッフに還元するやり方が分かりやすいんですけど、10月以降例えば基本報酬に織り込まれてしまうとですね、企業によっては渡さないところが出てきたりとかですね、あとは、介護保険のね、算定額が少ない事業所に関しては、それまでね、補助金としてもらった9000円よりも見入りが少ない場合があるじゃないですか。で、一人一人分けていくと9000円もないよっていう状況になった時に、事業所が負担するっていうところで、
まあ、もっともと赤字会計の介護事業所がさらに追い打ちをかけられていくっていう可能性もね、出てくるんじゃないかっていうのもありますし、あとちょっとうやむやにされてしまって金額のありかがよくわからないっていう風になってくるんじゃないかなと思います。ただ今のとこ分かっているところは2月から9月まではですね、一括してほぼね、補助金のような形で支給をされます。まあ、慰労金みたいな形での支給になります。で10月以降は介護報酬を改定をして、それを織り込む形での改定になりますので、介護報酬改定については処遇改善課さんの改定という可能性もありますので、まあ、どっちの方向になるかっていうのは今後のね議論の分かれ具合でよるかなと思っております。まあ、今日はね短いんですけどこんな感じで終わらせていただきます。このニュースね、また新しい情報が入り次第どんどん皆さんの元にお送りさせていただきますので、興味のある方は今からチャンネル登録をして新しい情報をお待ちいただけましたらと思います。この動画が良かった方は高評価をよろしくお願いします。皆さんの明日が幸せでありますように。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。